んにちは、沢井美優です。早速ロクちゃんがまた来ました。にゃーのにゃーみたいです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近はあったかく来るの来ないの来る何何ですか来るの最近は暖かくなってきてっていうより、この動画が出るのはまだまだ先なんですけれども、最近は花粉症に悩まされている時期でございます。ということでやってきました。ロクちゃんです。じゃーん、こんにちは。にゃほー。はい、カメラ目線かわいいね。うん、平気なの、ここにいる。ということで一緒にね撮っていきたいと思いますが、花粉症に悩まされてますが、暖かくなってくるとね、かき氷がより一層おいしい季節になってきますので、私にはとってもハッピーな季節になってきました。ということでですね、今日は何をするかと言いますと、じゃじゃん。ですね、この子はみきゃんなんですけど、あ、わかったー。ちょっとロクちゃん動くよ。よいしょ。あー、お前か。ここにね、いつもこれがあったんだ。ごちゃごちゃしてるから。そう、じゃん。このちょっと戻そう。ですね、あー、鐘の音が聞こえる。全然進まないですね。これ聞こえてるのかな、どうなんだろう。ということで今日は、みきゃんにちなんで最近オレンジピールを作ったので、そのオレンジピールを使ってかき氷を作りたいと思います。作りましょう。お、危ない。慎重にやんないとね。刺します。じゃん、どうでしょう。じゃらーん、暗いかな。じゃじゃーん、完成です。オレンジピールのかき氷出来上がりです。さあ早速いただきたいと思います。いただきます。わあ急げ、ちょっと大変大変。わあ、おいしい。まず食べること、あー、やばいです。ヨーグルトがもうちょっと重ための、もうちょっと緩くした方が良かったかもしれない。わあちょっとオレンジピールをね食べたいと思います。じゃーん。ちょっと先に食べよう。ちょっと安全なところまで。こんぐらいいけばギリギリ減ったかな。無農薬の発作を中村ひろみちゃんいただいて、それを中身はもちろんそのまま食べちゃって、ピールを、無農薬なんでピールも食べようと思って、オレンジピール発作ピールを作りました。美味しい。でそのピールを作る時に砂糖で煮詰めるんですけど、その時に煮詰めて水分を飛ばすので基本はなくなるんですけど、発作のそのエキス、ピールの皮のエキスがギュギュッと詰まったお砂糖、きび糖を使ってるのでちょっと体に優しいかな。美味しい。ヨーグルトも、まあ、甘さを足さずちょっと伸ばしてかけただけだったんですけど、ちょっと硬すぎたかな。ベースのミルクとかがなくても、もうヨーグルトとその発作の香りが詰まったシロップというか蜜をかけて完成にしました。美味しいな。中にゴロゴロと入れました。美味しい。ちょっと最近お店氷に食べに行ってて、ちょっと自作氷作れてなくて久々だったんですけど、反省しました。もうちょっと頑張らないと。撮影の手順をなんか慣れてきたかなと思ったけど、撮ってなかったのでもう何が何だか分からなくなっちゃって身も皮も食べれちゃうなんて幸せですよね。我ながらピールも美味しくできました。発作をくれたひろみちゃんにもあげたし、はるとのぶこにもあげたらすごい喜んでくれて、溶けてきた感じも美味しい。ヨーグルトが好きなんで、もう柑橘とヨーグルトも最高ですね。ね、あったかくなってきたんでますます食べたくなってきました。もう暖かくなったら皆さんもやっぱ食べたくなってくると思うんですよ。そういう方が増えて、かき氷屋さんがすごくこうにぎわって混んできてしまうので、それはちょっと寂しいんですが、そんな人がもっともっと増えて、かき氷屋さんももっともっと増えたら、もう当たり前のようにかき氷屋さんがたくさんになったらいいなーって。今はやっぱりこう少ないと思うんですよね、こうイタリアン料理とか定食屋さんに比べたら。なのでもっともっと増えてくれたらいいな。なくなっちゃった。ごちそうさまでした。とおまけでですね、じゃじゃん。こう高いのかな？ピン立ってるかな？遠いか。じゃーん。オレンジピールを作ってみました。あ、間違えた。オランジェットを作ってみました。オランジェットって何って思う方いらっしゃるかと思うんですけど、これ先ほど上に乗ってたこのオレンジピールにチョコレートをつけてコーティングしたものになります。チョコレートとオレンジがまた合うんですよね。これも自分で作りました。ちょっと唯一な形をしてますが、いただきます。美味しい。これもまた美味しいですよね。だからオランジェットかき氷を作ればよかったかしら。それもいいかも。またオランジェットちょっと冬なイメージだけど関係ないか。作れたらいいなと思います。ちょっと美味しいの食べちゃおう。ちょっとだけ手間はかかるんですが、オレンジピールも結構簡単に作れるので、皆さんぜひ。でもやっぱり皮は無農薬なものがいいと思います。ごちそうさまでした。はい、ということでオレンジピールを使ったかき氷でした。いかがだったでしょうか。オレンジピールをせっかく作ったので、そちらでこう出た蜜とお家にヨーグルトがあったのでね、サクッとかき氷を作ってみました。最近お店のかき氷動画が多かったかなとも思うんですが、おうち氷、久々のおうち氷はちょっとわたわたしてしまいましたが、今後もおうち氷頑張って作っていきたいと思うので、よかったらお付き合いください。お店氷の方ももちろん今後も上げていくんですが、夏場はちょっとね混雑が予想されるかなと思うので、ちょっと私は控えるかもしれないんですが、皆さんは過去の動画を見て、あの店行ってみたいなとかあったら行ってみてください。ただ予約の仕方とかお店によって異なるので、そちらは、インスタグラムやお店のホームページとかチェックしてぜひ行ってみてください。おうち氷何かおすすめがあったらコメント欄ぜひ書いてください。あなたの好きな食材とか何でも結構ですイエイとかだけでもいいので、よかったら書いてください。この動画が少しでもいいなと思ってくださった方は、いいねボタン、グッドボタン、高評価どうぞよろしくお願いします。あとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたしますそしてすごいね、お別れの挨拶してる時に来たよ。じゃじゃーん、ロクです。はい、ロクです。あ、いやー、そうね、お腹が恥ずかしいね。実実はね、ちょっと健康診断でエコーの検査をしたので、お腹がちょっと寂しい感じになっちゃって恥ずかしかったね。ごめんね。そうなので、ろくちゃんも元気です。さわいも元気です。皆さんも元気でお過ごしください。今日も素敵な一日を。バイバーイ。またねー。バイバイする？よいしょー。バイバイする？はい。またねー。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。笑顔あふれる素敵な一日を。